どうもこんにちは。今回は FE エンゲージの6章やっていきます。前回ね、たまたま外伝だったからよかったんだけど、なぜか、ね、どっかの誰か のバカのせいでマイクミュートしながら実況を撮るっていうね、意味わかんないことしてたんですけどマジで幸い、不幸中の幸いってやつ、不幸中の幸いってやつですね。外伝だったのが、外伝でもよくないんだけど。で、その外伝で友達になった子、新しい仲間ですね、このジャン君。おおきに神獣様。はいはい。ヒーラー、確かヒーラーだったんだよね、ライブ持ってた、ライブ。で、ジャンのお母さん。アンジュさん。で、ショーン、お父さんですね、これが。はい、よろしくお願いします。こちらこそ優秀なヒーラーになることを願って、いや僕が成長させなきゃダメか。とりあえずここの村探索ってか、もう会話とかまだしてないから、それしてソラネルは前回もうやったから、そのまま6章行こうかな。え、海に囲まれた島いいね。確かにな、海に囲まれた島ならあいつら異魚兵出てきたのもおかしいね。確かに。あとすごいフラン。またお強くなれ。バンドルさんはお強くなってませんけど、1レベルから変わってない、ずっとなんか目つき悪くない君、みかん取ってんの。ようやく慣れてきたと。すごい。ああ。ね、猫だ。フィレネニャーコ。あ、そっか。飼育方法わかんなきゃダメ。まあ、これもまたまだやってないから。あ、なんか細かいやつはさ、まあ、1周目でも見たいけど、やっぱ2周目とかでなんかいっぱいやりたいな。ありがとうございます。いや、この子かわいい。あ、なんか米、今なんて書いてあった？米？なんか、これ見たことないかも。あ、小麦粉も。はい。ルイ。で、ブシュロン。お、芋、なんか、農作物がいっぱい落ちてるわ、ここ。ああ。アディヌ、白エレオスケン。どうぞ。オレンジ、もうさ、こういう食べ物は別にあれでしょ、ソラネルで使うやつでしょ、こういうのって。で、戦闘とはもう多分関係ないんだよね。あ、まあ、ソラネルで何かやって戦闘のあれにするみたいなのはあるかもしれないけど、いいですか。あとは、あ、こっちもか。なんと、いや、ガイデンとかはね、やっぱ全部やりたいからね。なくさいですよ、島国に来るのは。はい。この町はなんかね、マジでなんか、あ、カリソン、ここヒーラーの町みたいな。あ、で入れないのか。オッケーかな。あ、待って、なんか待って、まだ一人会話が。おおきに。あ、違う、別に関係ないわ。オッケーオッケー。じゃあこれで6章いくか。ワールドマップに移動で。
これまで通ったワールドマップの上の場所に異形兵やその国の兵士たちが出現することがあります。遭遇戦や訓練、あ、はいはいはい、オッケーオッケー。まあ一旦はいいかな、とりあえず進めようかな。あ、これあれか、今さらだけどこのマップはあのなんか5つの国のマップか、全部のめっちゃ今さら。まあ、指輪は別に特にやることないし、身支度もまあ、ジャンだけ。ライブもう一本もだ、あ、なんかそう、これ、見習いの体術だけどさ、なんか他にできることないかな、ジャン。え、これ新しいさ、この何、どうやって取るのこれ。ちょっと待って、ソラネル一回行っていいですか。一回ソラネル行っていいですか、ちょっと。気になるわ。新しい役所、兵種どうやって取るの？あれ、そんでソラネルどこ？ちょっと待って。ちょ、ソラネル。あ、たたたた。取れたりするのかな？じゃん。でも見習いの体術ってさ、基本の体術より下だよね、多分。取れない。あ、待って、絆会話だ。え、取れないにしても、とりあえず基本の体術に格上げしたいんだけど。私は、もっと強くならなくては。僕には仲間がいてくれたから戦えたんだよ。仲間。まあ、まだまだ増えていきますから、仲間は。お、何？メリクルソード。剣の神技、神技、神技。獲得経験値2倍。あ、それはでかいね。あ、この剣で殴るとってことか。あれ、しかもまた会話が。こんにちは。また会話が出てきてる、これ。待って。すいません。そうなの。ワンドレ、ワンドレ、ワンドレ。あ、ワンドレさんか。ちょっと待って、武器屋、武器屋。武器屋で、ピクルス作りに、ピクルス作り。料理用の剣だよ、これ。武器屋で見るもんじゃない、多分。いらっしゃい。武器屋で見るもんじゃないよ、多分、それは。クラン。ジャンの、あったあった、これ。これをさ、購入するじゃん。で、どうすればいいの？そんで。ちょっと待って、おかしくない？ちょっと。え、基本の体術と見習い体術が2個なんかあるって意味がわからないんだけど。これ装備できる？装備できんじゃん。これ預けれる。あ、全体的に圧倒的に圧倒的にこっちの方が優秀だね、やっぱ。え、これさ、え、あ、ちょっと待って、ほらやっぱ FE さ、この子供的な、ちょっと子供系のキャラさ、みんなこの一人はいるよね、このレベルアップした時に能力上昇が高いやつ。だ、前作で言ったら、あれ、ツリルくんで、ツリルくん。いや、いるよね、やっぱ。僕、絶対そうと思ったわ。あ、そう、前回喋ってるって言うと思ったけど、あれだ、ミュートなんだって、だから。前回、ミュートで喋りながらやってた時に、そう、言ってたんですよね。FE、この子供の子、絶対能力成長。早いタイプだみたいな。やっぱね、そうだったわ。あ、一応どうしよう、一応カットしようかな、この会話だけ。会話はカットしないけど、会話はカットしないけど、それまでの道のりだけ一応カットしようかな。普段着かわいいな。
君はリンハルトだ。めちゃくちゃ。あ、なんか矢印ある。掲示板。あ、国への投資。国への投資では各国にゴールドを投資できます。ほんほん。レアな敵。もう見るからにお金いっぱい落とそうな敵じゃん。落としそうな敵じゃん、こいつ。金の装備。探索時に見つかる。あ、これも毎節探索行けるってことか。もしかして他の国も。ちょっと待ってよ。やることがいっぱいあるかも、ちょっと。わかんないよ。正直にでも2万2000しかないんだよな。オフィレーネニャーコ。あ、じゃフィレネニャーコ、カリソン国家はメイルロバ。あ、もう一回やってみるか。次のレベルまで。幻の。まあまあ、一旦これぐらいでいいかな。実績。あ、はいはいはい。めっちゃ達成。まあ、一応ちょっと受け取っちゃうか、全部。いっぱいありそうだけど、達成して。まとめて受け取るない、これ。あ、あるあるわ。オッケーオッケー。で、拠点情報は、まあ多分、それはオッケーオッケー。これはいいかな。鍛錬の間もさ、使ったことないんだけど。あ、ここが鍛錬の間か。ここも使ったことないんだよね、まだ。鍛錬のホムラ。あ、ホムラだっけ、これ。仲間を選んで、模擬戦。ほうほうほう。特別指南。あ、絆かけらは消費するんだ。へえー。ああ、そういうこと。あ、じゃあまあ別にマルスが最大なら一旦いいかな。リュールは。一旦さ、まずこれをさ、やってみて。あ、100とか200で。あ、もうゴレベまでやっちゃうじゃん。あ、ここでね、あげるのか。なるほどね。我が名はシグルド。お、いいね。牙の戦い。シグルド強すぎだろ。え？シグルド強すぎだろ。あ、これ負けちゃダメなの。ルミエル様をお守りできなかったこと、私もだよ。あ、いや、大丈夫だ。しかし、ルミエルの志は今も生きている。これは多分大丈夫だよね。多分レベル5の絆会を発生してるもんね。あ、オッケーオッケー。負けちゃダメなんかと思ったらびっくりした今。もう少しかスキル継承。あー、ほう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 。一応さ、あ、すげえ出てるな。もう10レベルぐらいまで行きたいけど。いやー、でもそんな、まあ、一旦ちょっと待って、セリカの方も、あ、セリカじゃない、間違えた、セリーヌセリカだ。セリーヌセリカを、レベル5まで。あ、絆会話見るだけでいいんだ。話したいことがたくさんあったはずなのに、私も同じよ、セリーヌ。まあ、これは多分、てか、指輪さ、全員つけるから、全員これがあるんだろうな。めちゃくちゃいっぱいだねってことは。まあ、一旦5レベでいいかな。OK。なんか固定でいきたいな、でも。さまざまなスキルを継承できる。SP 相手じゃん。SP かはまだ、ちょっとわかんないな。はいはいはい。シンクロ中の紋章師のシンクロスキルと同じスキルは装備しても、あー、なるほどね、かぶりはダブっても意味ないってことね。重複。
マルス。ああなるほどね。これおもろいな。他の紋章師からそのキャラリュール、例えばリュールに合うやつを持ってこれるってことか。あ、これおもろいわ。めっちゃおもろい。ちなみに今はこれ、はい、隣接系のやつ、まあ、ここか、ここからか、見切り。自ら攻撃したときに回避プラス15。うん。畳みかけ、これは大事だね。20敗以下だった場合、おー、これ強いね。不屈の精神みたいな。神速。他のダメージ 50% の追撃が、あ、これもあれが強いですか。で、スターラッシュ。一旦、あ、間違えた。見てみるか、マルスの継承。でも、この4つだけでしょ、多分。まあ、別にだね。回避プラス20とか、あ、こっちの方が強いのか。これだね。この剣術10ってやつ。とか、まあ、回避プラス20が多分強いかな。いいのかな。一応、バンドレとかの。あ、命中プラス10。サイド、助走。これ強いよね、普通に。オーバードレ。これ、どっからが。待って、これ上にさ、上のスキルの枠につけれるってこと、これもしかして。多分ここから下が、あ、そういうことかも。あ、ちょっと待って、だったら違う。二次宅のスキル着脱、あー、シンクロ化粧、あ、そういうこと。継承のやつ2つつけれる。あ、まあでも多分ここにあるやつしかほぼなかったから、まあ一旦まだ大丈夫かな。はい。あ、ジャンだ。特訓してる、あの AD へと。よろしいですか。ご所望じゃないです、まだ。まだ大丈夫かな、ちょっと。早く6章行きたい。あ、そう、これ前回なんかドラえもんのさ、ドラえもんじゃない、みたいな、こいつ。空だ、空。かわいいな、こいつ。あ、待って、降りてる。あ、かわいい。超かわいい、こいつ。なにこれ、ついてくんの、どこまでついてくんの。おお、かわいすぎだろ、お前。家で飼いたいわ。かわいすぎだろ。おお、これ、こいつのぬいぐるみとか売ってないかな。お、神竜祭。バンドレとシグルドじゃん。いいか。やば。戦いついてきてくんないのか、君、ソラ。超ついてきてほしいわ。てことで、6章いくか。OK、6章。レッツゴー。もう少し北上すれば、指輪のある祠に着くよ。あ、そうだ、そう、祠に向かってるのはもう1個、2個目の指輪の。景色が変わってきましたね。ブロディア王国との国境に近づいている証さ。ブロディアには険しい土地が多いからね。群れも少なくなってきましたし、ここから北は寒さもあって、歩いているものも全くいないだろう。はい、確かに辺りには誰も。リオヘが、あ、違う、いますね。何、うろうろうろう。本当だ、敵。ま、迷子じゃないか。泣いていらっしゃいます。何か悲しいことがあったんでしょうか。胸の痛む光景だ。
王族としてフィレネ王国内で悲しむ民を放ってはおけない。あ、待ってください。私としたことがなんてミスを。そこの君、若干的っぽいよね。こんなところで泣いているとは。やはり驚きますよね。ヤッピー、助けが現れましたぞ。あ、すごいテンションしてるわ。え、先ほど落とし物をしてしまったのでござるよ。ござる。人もおらぬし、すっかり困り果てており。ああ、私めはユナカと申す者です。ヨロピッピ。ユナカ。へえ、流行りの挨拶か。それでユナカ、落とし物ってなんだい？このような形でこのように湾曲し、黄色とわずかな橙色を施した。僕ぐらい語彙力ないわ。説明力。言葉を話す指輪です。お、指輪？言葉を話す指輪。まあ信じられないかもしれませんが。信じます。もしかしたら紋章師の指輪かもしれません。え、こいつやっぱ敵？祠の指輪盗んだってこと？詳しく話を聞かせてくれ。確か私のところに。あなたが神竜ですと。はい、申し遅れてすみません。そして僕はフィレネ王国第一王子。な神竜にフィレネ王子。いや、敵じゃないっぽいな。別の指輪を持ってたってだけか、多分。すまなかったね。それでユナカはどうしてその指輪を持っていたんですか？私めは旅をしているのですが、国境近くで突然女人の声が聞こえてきたのです。あ、女の人の指輪か。助けて、私を見つけて。突然の声真似がすごいのですが、指輪を拾ってみれば、今度は私を神竜様のところにというではありませんか。ですが私めは神竜がどこにいるか分かりませぬ。指輪が道案内を申し出てくださり。確かにここからリトスの地を目指すのなら。しかし途中で賊に襲われ全力疾走し、どこかで落としたんだとなっている。まさにその時。話を聞く限り、ユナカが持っていたのはもし暁の巫女の指輪なら。別の指輪が持ち込まれたという可能性もある。どちらにせよ実物を確認した方がいいね。ユナカ、その指輪。なんと、神竜氏が見つけてくだされば。まずはユナカが逃げてきた道を戻りましょう。不思議ちゃんってやつか、ユナカ。ありませんね、指輪。誰かに拾われてしまったのですかな。軍全員で見て歩いているから。賊から逃げる前は確かに持っていたんですよね。無論ここを通る際、指輪と一緒にあの配送を見つけたのを覚えており。どうしました？配送に賊の姿が。医療兵かな、これも。普通に私めを追いかけ回した賊どもであれば指輪を拾っている可能性がありますが、確かめに行きましょう。今更だけどめっちゃ星ついてんな、ユナカ。星だらけだ。しっかり占拠されているな。やはり奴らは先ほどの賊どもです。もしやとは思いますが。見つけましたぞ。目よくね。本当ですか？ええ、あのこわもての者が持っている金属。どうだい神竜様。距離がありすぎて。ユナカ、よくあんな遠くのものが見えますね。暗殺者は目がいいから。暗殺者？うわ、観察者。実は私目は観察者でござるよ。無理がある、無理がある。いろんなものをこうじーっと。いや、ちょ、敵か味方もまだ怪しいけど。普通にここからいかがいたしますか。指輪の奪還と賊の討伐ですね。シンプルに暗殺みたいなアサシン的な役職兵種なのかもしんないし、普通に敵かもしんなくね。本来の目的をおろそかにはできないが。であれば手分けして向かいませぬか。指輪の奪還には少数で向かうべきかと。わかりました。では神竜氏は私めと共に。本当に
半分もまだ信じてないけど、ユナカのことを。よしよし、ここからなら指輪を持っている輩に近づけますぞ。こんな道を見つけるなんて。いいようにさ誘い出されてるない、これ大丈夫、まあ、とりあえず。あ、でもユナカ倒されちゃダメなんだ。あー、じゃあ味方なんかな。テランダかデスボ、敵ボス10人 OK。 あ、どうしようかな。順分にレベル高い子置いておこうかな。まあ一旦そうだな、クロエでいいかな、このまま。クロエちゃんは待っててもらって、でも指輪は別に変える必要ないから、配置。あ、しかもこれ暗闇もしかして。あ、違うわ。あ、いや違くないか、暗闇っぽいな。まあ、一応探検前にしといて、OK かなこれで。レッツゴー。真っ暗で辺りがよく見えませんね。暗がりに敵が潜んでいるかもしれません。そのような時は私めにお任せくだされ。特殊能力的なスキルか。あら、ごめん疑って、仲間だったわ。私めは目が良いので、はいはいはい、暗闇やノームでも人一倍視界が広いのですぞ。見える範囲が広がるってことね。しかし松明を手に入れられれば、神竜士も私めのように視界良好となるでしょうな。オッケーオッケー、いましたぞ。このまま奇襲と参りましょう。わかりました、お願い。お、どうか私を指輪だ。高そうな指輪を拾っちまったぜ。あ、君か。あれ違うわ。払ったらいい金になるかもな。この人には声が届かないみたい。あ、しかもそいつが指輪持ってんの。あれは紋章師の指輪で間違いありません。あれが指輪持ってんのか。孤立してる。元よりそのためにこのように二人して潜んでいるのでは。ありがとうございます。ユナカのモノマネ結構似ていたんですね。確かに。照れますな。オッケー、行こうか。ユナカが、あ、シーフ、あ、シーフっていうのか。短距離の攻撃で敵にダメージを与え毒。あ、毒は多分スキルなのかな、元の。おお、ダメージが増えるのか。それ強い、でかいね。ああ、なるほど。ああ、3段階なのかな、多分。この画像的に。まあ、ドッキシャーリスト。まあ、そうだね。オッケーオッケー。戦闘スタイル隠密。シーフ。探検はさ、全部毒がついてんのかな、スキルとかじゃなくて。あ、で、リライブがある。シーフ隠密。毒消し薬。あ、6レベだ。で、スキルが殺しの技術。開始地形から攻撃したとき、必殺プラス15。あ、なるほどね。遠慮なさらず。まあ、頑張ります。てか、普通に1回しか殴れないんだけど、これ。どうしよう。まあ、一旦普通に殴るか。ごちゃごちゃ言わない。あ、しかもブレイク入る。いや、入ってこんなんでしょ。遠距離にマス武器あったらいいんだけど。え、あ、投げれんのもしかしてこれ。ちょっと待って、うわ、射程2マスだ。投げれるわこれ。マジか。いや、しかも火力高っ。おい、いいね。ユナカ強いかも。
俺の。お前のじゃない。指輪を取り戻せました。癒せ暁のエンブレム。あ、また言葉が勝手に出てきたのかな。私は魔晶士ミカヤ。この先のイメージがやはり暁の巫女の指輪でしたね。私めに族の討伐に付き合わせてしまいますが、魔晶士ミカヤと協力し、もちろんです。オッケーオッケー、これでオッケーと。ちなみにスキルは社員。ミカヤの持つ光魔法ゴマスを照らす。ああ、これあれか、前回読んだわ。これ暗闇照らすやつで、レベル C までの杖を使用可能になる。おお、技の射程または転移などの距離プラス5、杖の効果範囲プラス1。射程プラス5って、え、ああ、ヒール系の話とかかな。大いなる癒しの手、自軍友軍の味方 HP を全回復、使用後自分の HP が1。あー、なるほどね。オッケーオッケー。では下行くか。ここもまあ普通に受けに行くか。ここに待って、これどこまで来る。あ、オッケーオッケー。じゃあここで受ければいいか。メッセージいただきました。クランとフランだけ追うと。私ですか。で、こっち進んでみるか。はい。まあ、多分そんないっぱいいないと思う、いないと思うんだよな、まだ。さすがに。まあ、一旦一人見えたところで待機しようかな。一旦ね、一人見えてる時点で。覚悟あるわ。ほな、行こか。ほな、行こか。なんで？どうかしら。うわ、すげえ、こいつら見えんのか、明かりなくても。あ、すげえ、なんかこいつさ、この敵武器ハンマーみたいな。奴らに気づかれたようですが、しかし消されたら付け直せば良いだけの。なんか社員さ、あ、何、ヒノキやたかがり部屋隣まで移動して。ああ、なるほど。なんかさ、社員もさ、なんか数ターン続くんだよね、効果が。で、だんだん弱まってくみたいな。ああ、で、書いてあるわ、マイ5マス照らして毎ターンマイナス1マス。オッケーオッケー。でも5マスか、言うてだな。でも見えるよ、見えるんだけど、結構。まあ、普通にファイヤーで殴って。で、バンドレさんで、エンゲージじゃない。オッケー、まあ8割ならいけるべ。オッケー、衰える神様はない。一応こっち見てみる。まあいないと思うけど、まあ、最初見えなかったもんね、こっち行っても。オッケーオッケー。で、ここで、あ、これワンパンかな。オッケーオッケー。チェインアタックを回して倒しの、あ、ハンマーゲットした。まあ、一応かがり火つけ、あ、かがり火つけるから行かなくてよかったな、こっちで。ここブレイクして、0×2、火力がないのか。じゃん、まあ、レベル1やからしょうがないか。待って、こんなマイクの危ないか。
フランで倒せるかな、フラン体術で。あ、いや残ってんな1。あ、違う、ジャンで火つけて。そんな変わらんやんそんな変わらんな。目が開かれましたよ。あ、タイムズゲットした。タイムズ装備するか。ここチェインガードしとくか。 OK で上ね。道が分かんないんだけど、これどっち行くの。あ、下。あ、なんかしかもちょうど敵いる。ユナカ、回復は私に任せて。高い魔力と癒しの力。シングルスキルはエンゲージじゃないもん、普通に通常で使えるってことだもん。オッケーオッケー。まあ、これは普通にここで探検投げてるか。普通にゼロダメ。てかあいつさ、ちゃうわ。チェインガードしてるけど、ニマストロンか今の。ちょ見てなかったけど、なんていう名前か。呪文。ニマス空き攻撃してるな。ニマス攻撃。1マス空きじゃなくて。いや、サンダーだ。いや、サンダーが素で射程1から3なんだけど。これ変わったのかな、今作。あ、長弓。これは普通に2から3かで、近接ができないやつか。OK、ジャンがちょっとやばいから。まあ、ここで受けようかな。あ、でもこれブレイク食らうな、斧から。まあ一旦これジャン回復して。はい、助かったわ。大きに。いや待って、これまだ殴れないな。あー、そっか。一旦ちょっと待って、下がろう。待って、一旦そこをちょっと待ってください。で、ユナカでボタンを押して、まあ、シンプルに前入って。ブレイク殴り、殴りの、あ、全然じゃん。やばし、茂み林か。やっぱこのゲーム回避が高いキャラが強いです。回避高いところが。私の勝ちです。必殺が上がるのか、確かに。おやすみなさい。下からも殴られるな。あ、でもまあ茂みにいるし大丈夫かな。
で弓兵倒して、君に敬意。お、長弓ゲットした。長弓使いたいね、普通に ATA で。で、はい、9か。殴れないな。まあ多分クランワンパンはさすがにされないでしょ。21もあったらさすがに大丈夫なはず。うわ、そこいんのか。マジか。想定外、想定外。あ、でもこのこいつが持ってるカルドってやつは投げてこないんだね。一旦ここ耐えていいか。で、あ、そうか、チェーンガードできねえ。待って、ライブする。やっ、ありがとう。ライブしてルイが魔法めっちゃ食らうのがちょっと怖いから、チェーンガードで、まあ、こっち行って、ここオッケーオッケー。 29% 全然だ。やば、斧は命中低いですか。あ、ブレイクするから、そっか、そっち狙うのか。あ、てかさ、上の2人がボスのとこに先めちゃすぐついちゃいそうなんだけど。お、かっこいい。オーバーキルしていいね。まあそうだね、どうしたってなの。あれ、今作のサンダー射程伸びたけど火力落ちたな、多分これ。多分そうだよね、前作のサンダーファイヤーより火力強かったもんね。まあこれ人強があるか、人強がセリーヌセリカのこの同じ人間じゃないから分かんないんだけど。で、これ、いや、そうだね、当たんないよな。そうだわ、ATA は命中いくつ殴れる ?81 か、 OKOK。 そしたらバンドレさん前出して、 ATA でここから OKOK。 壊してしまいましたの。でチェーンガード一応まあできるように回復して、こっちも回復して、後ろ前出して、ひるむことはない。あれ、そんな進めない。え、ここさ、ちなみにさ、こっち行き止まり。あ、行き止まりじゃないな、こっち行ってみるか。このまま、まあ、特にあんまいなさそうだけど、一人敵いて一人ぐらいだと思うけど。やるときはやりますぞ。オッケーオッケー。ね、茂み待機でいっかな。ナイス、オッケー。
一人しか出てこないのか。一応ここであんま早く行っちゃったら予想以上に敵出てきて二人じゃ対処できないけど、あ、まあでも二人ともエンゲージできるから対処できないことはなさそうだけど、まあ一応ね。ブレイクできないな。まあエンゲージするかここ。エンブレムオーバードライブ。一気に撃破。あ、これまた槍だから火力下がってるかもしかして。そうな、多分下がってるな。お、クラスチェンジ。あ、なんとかの素質ってやつがクラスチェンジできるようになるやつか。オッケーオッケーオッケー。で待機して、アルフレッド王子一人移動ですけどね、まさかの。何今チェーンアタックしたこいつら。チェーンアタックだなと思って。やばい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 、めっちゃ削れてる。あ、ナイスオッケー。まずいまずいまずい、待て、死んじゃう死んじゃう。あ、いいよいいよ、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。エンゲージしといてよかったんじゃないこれマジで怖っ。ボスがあそこでしょ、まだ大丈夫でしょ。ねえうわ1残んのか。あ、11、いやでも 69% か。大丈夫大丈夫、いける、当てれる。王子なら当てれます。王子王子王子当ててないけど、まあ別にこのターン外すぐらいなら全然いいや。だからかがり火全然触ってないな。オッケー。でここ倒して、ちょっと待って、バンドレおじたんがちょっとまずいから斧ブレイクしてけど剣がいない。はい、ノーブレイクでやるか。クラン届かないか。お、87なら大丈夫か。オッケー、緊張したぞ。いや結構やっぱ斧相手だと魔法までは食らわないけど、やっぱ斧相手だとダメージ入るな、この重装。窓までは食らわないけど。外さなきゃ大丈夫と。どうか守りたまえ。回復して、オッケー。あ、そんなとこにいたんだ。まあ弓兵じゃね、飛んでそがんの弓兵じゃ重装にダメージは入りません。そりゃそりゃねえ。これでまた戦える。ジャンのさ、ジャンのレベル上げなきゃまずいわ。
え、ちょっと待って、てかさ、今さら、マジでこれも今さらなんだけど、なんか、体格って欄なかった今。待って、に、あ、舞台表、舞台表。あ、見えないか。え、体格って何、レベルアップのところ。マジで今さら。これは、一旦ここ行って、ユナカの能力で遠くまで見る。あ、もう多分ここの二人だけかな。森人としてよし、オッケーオッケー。で、え、良い点なんでしたわ。弓兵ギャップ、弓兵ギャップです。で、まあ多分あとボスのとこの2人ぐらいだよね。2、3人かな。出てきた、自ら。あ、しかもボスじゃんこいつ。この村のやつらなんぞ。黙れスキンヘッド、ザビエル型スキンヘッドが。あいつヒーラーかな、これこいつ。レベル10高えな。13。あ、ルナティックはやっぱ相手のレベル高いな。まあ、レベル上がれ。礼を言うよ。オッケーオッケー、いいね。力ちょっと上がってほしかった。あ、力型じゃないのかな、別にライブあるから普通に窓行った方がいいのかな。まあ基本なんかこの成長早いやつはなんか何でもできそうだけど。まあ何でもできそうな気持ちあるけど。でエンゲージして、紋章師様お願いします。この演技好きだ、めっちゃワープライナー。もちろん君だよ。私に力を、行くわよ。安らかな眠りを。消し去ります。お、ナイス。お、魔法の素質。オッケーオッケー。あ、これさ、え、他のキャラもこの素質とか、あの絆レベルの取得できるやつが一緒なら、これで例えばバンドレさん、いや、まあ、リュールでいいか、リュールにセリカつけて魔法の素質ゲットして兵種チェンジさせるみたいな話なんかな。この解釈で合ってんのかな。そんな気がしてきた。エンブレム発エンゲージ。今なら私の力、あなたにも使えるはず。社員今頃。光の保証人で。まああとボスしかいません。社員いましても。普通に殴ろうかな。え、あ、威力あんのこれマジ。威力あんだ。いやでもちょ、あの普通にスターラッシュで倒せなかった時さ、あ、いや大丈夫か。ATAで。相手が普通にバンドレさんが届くな。どんだけ食らう ?18 痛いな。まあ、削っとこいぜ。あ、てかまあリュールで先にブレイクした方がいいか。力を貸してください。ちょっとさ、あ、これ倒しちゃう、もしかして。あ、余裕で倒しちゃダメだ。ちょ、エンゲージ、名前忘れちゃった。この子で殴りたい、倒したいんだよ。
あ、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。ちょうど2残り。オッケーオッケー。これでラスト。エンゲージして攻撃と。まあ、社員で倒すか、せっかくなら。あれ、なんかでかい演出入んないのか。あ、なんかめっちゃかっこいい頭これ。あ、普通にめっちゃかっこいいわ。好きなデザ、あ、ちょっと待って、あ、復活石みたいなの忘れてた。そっか、復活すんだやば、あ、これやばくね、普通に。ちょっと待って、ちょっと待って。ストップ、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 ストップ。ちょっと待って、普通にやばいわ。ごめん、あんま戻りたくないんだけど、ちょっと。これはちょっと待って。ちょっと待って、これは。ここまでちょっと待って、戻って。あ、じゃあ違う、そうじゃない、先にリュールでブレイクしなきゃダメだ。体力いくつだっけ、38でしょ。36だったもんね、さっきダメージ。どっちみちダメ、あれか、一発入れなきゃダメか。あ、しかもブシュロン手斧持ってないのか。マジか。え、まあどちらにせよブレイクはしとかなきゃダメだな。メリクルソード、みんな見ていてください。オッケーで、まず一旦倒して、美しい花でした。あ、違う違う違う、危ねえ。で、どんだけな、え、マジ全然探検入らないこれ、ダメージ。とりあえず、あ、やべやべ、もう一回出てきちゃった。うわ、ダメージ何も入らんな。ほんでさ、こいつさ、復活してるからあれだ、ブレーキが戻ってる、ブレーキが多分。あ、しかもあれが探検と剣は違うから、ブレーキ対象外だ、剣は剣でも。待って待って、結構すごい誤算がいっぱいある、誤算がたくさんあります。だいぶ、こっちギリギリ届かないのか。なら、ちょっと待って、リュールが死んじゃダメだから、エンゲージして杖使っておくか。ここで違います、これ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 、オッケー。危な、復活石すっかり忘れてたわ。待って待って、し、嘘でしょ。ここで死ぬのか。鍛錬が、ごめん、鍛錬が甘かったんじゃない、僕の技量です、これは。嘘でしょお、このボス強え。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしよう。ブシュロンもまずいかな、これ。無駄に中に入れるべきじゃないね。ここで待機させとくか、そしたら。
マジか、そんな、そんなか。あ、なんかレベルアップ、レベルアップいっぱいしてます。ちょっとオッケー、これで誰殴りに行くの。あ、オッケーオッケーオッケー、よかったよかった。場合によっちゃめっちゃ戻んなきゃダメだった、これ。よしよしよし、違う、こっから殴ると必殺が上がるんだよね、確か12か。まあ、あ、てか待って待って、ブレイクしてから行きます。手こずらせ上がって、スキンヘッドが、スキンヘッドではないけどね。あ、社員今必殺 22% だった。5分の1はめちゃくちゃ高いね。どうにかしてさ、花をめで、どうにかしてこのジャンのレベルを上げたいんだよな。もうちょっと、せめて4ぐらいまで上げたいわ。さすがに低すぎるな、まだ。まあ、経験値稼ぎしてヒールで、クランレベル5だし、クランで倒すか。オッケー。マジか、当たった。魔よけ、あ、魔防アップのやつかな、アイテムかな。オッケー、6章クリア。奪われた指輪、なんとか片付きました。あなたが拾ってくれなかったら今頃、本当にありがとうございます。いえ、けれど最初に祠から持ち出したのはさっきの賊たちでしょうか。 あのどうしました。私めは指輪は拾ったのではなく、え、旅の資金が欲しくて、祠を見つけた時、中に入って三ヶ谷の呼びかけが聞こえ、高く売れそうだと思って。そうだったんですね。新竜氏とアルフレッド氏が王族だと知り、私めも先ほどの族たちと同じ。売ろうと思ったのかい、この指輪を。だが君はそうしなかった。神竜様が指輪を託した時に、そのまま一人で逃げることだってできたのに。確かに、暗闇の中あれだけ目が利くのなら。それなのに命の危険もある中。それは最初は売ろうと思っていたのに、会いたがっていた神竜と共にいてほしいと。ユナカは私に優しくしてくれたわ。邪竜の復活を感じて目覚めた私がこうして巻き込んでしまったのは私のせいよ。事情は分かったよ。しかしこのフィレネ王国内で王族に嘘をついた者にお咎めなしというわけにはいかない。どのような罰でも甘んじて受け入れましょう。その覚悟があるのなら仲間で、多分普通に、まあ、だから仲間になったら出てきたもんね。実は私たち旅をしているんです。なのですみませんが、というのはいかがでしょう、アルフレッド。いい考えだ。僕らの軍はまだ旅立ったばかりです。ユナカほどの実力者がいてくれると助かる。わかりました。ありがとうございます、お二人とも。じゃあ決まりですね、ユナカ氏、ヨロピッピ。こちらこそヨロピッピですぞ、新竜氏。仲間も増えたことですし、先を急ぎましょうか。ヨロピッピめっちゃおもろいわ。ああ、城を建つとき、母上がブロディア王に書簡を送ってくれた。新竜様を連れて国を訪れることは。ブロディア王国。次がブロディア王国と。OK。ってことで6章終わります。6章か。
ご視聴ありがとうございました。